いいサーフィングッズがですね届きました簡単な絵を描いたんですけど、まあ、このサーフボードのですね、まあ、裏面にこうフィンをつけるわけなんですけどそのフィンをですねこう止めるための、まあ、そのプレートと、えー、ボルトですね、まあ、ナットとボルトっていった方がいいですかね、まあ、それなんですけども、えー、<laughs> こんな感じで普段止めるんですけど。 今まではこのプレートとこのボルトですねこれが分離されているものを使っていたんですよねで初めにこのサーフボードに組み込まれている、えー、このレールの中にですねプレートをこう入れて差し込んでですね、まあ、それからフィンを入れてボルトでこの穴を探してですねプレートのでねじ込むというところで、えー まあなんか簡単そうなんですけどもねこの絵だけ見たらなんですけどまあこの図がですねまあ本当はこういう感じでこっちが海水面というか水中ですよねでまあこ,こ,こっちがサーフボードまあ上になるわけですよねこの上に乗るわけなんでなので取り付ける時はこんな感じでサーフボード反対にして 取り付けるんですよねでそのためこのプレートがあーこの溝深く一番深いところにやっぱり落ちるわけででそれを狙ってですねこう上から覗いてフィンの穴そしてこのボルトプレートの穴をつないでですね、えー、あナットの穴ですねでボルトを差し込むという、まあ、単純な作業なんですけど。 市販されているものっていうのはこのボルトがなんか短いんですよねあと 1mm くらい、えー、と言わずこのと山くらいでもいいんですけどねネジ山なんか長いの出てくれてもいいのになぁと思うんですけど購入するボルト もう買ってもですねやっぱり短いというかもう必要最小限のような気がしていてこれちょっと私も知識不足で謎なんですけどなんで長くできないのかなというところでですねでなかなかやっぱりあと一つの,あのもう一歩のところでネジをが噛んで回らないんですよねでこのサーフボードひっくり返してみたりですねまあいろいろ まあ、吸ったもんんだするわけなんですよ、ね、でまあ入る時はもうスパッと、まあ、入るんですけど、まあ、私も結構そんな器用な方では <laughs> ないのかもしれなくて意外とですね入らないというところで、まあ、今回この一体型ですねもう初めから一体になっているもので今フィンがないんですけど、まあ、このフィンとですね一体化させて、えー、そして この溝ですねにはめてでガチャンとこう90度回すだけでなんと固定完了っていうことで、まあ、これまあ前々から知っていましたけれどもあのー、周りで使ってる方が誰もいなかった <laughs> っていうことと、まあ、あとはその強度というかその抑えていく力ですよねフィンを。 んこれが例えば90度また元に戻ってしまったらですね、まあ、こういう長方形の形してますのでね、まあ、こんな感じで溝にこうはまっていればこう外れないわけなんですけどこれが例えばこう90度元に戻ってしまったらスポッとこう抜けてしまうので、えー、そこがちょっとまあ前々からあ疑問というかですね大丈夫なのかなと思っていたところなんですよね。 でまあ、フィンにこうつけてですねここのバネの力でしかその強度を出せないといいますかねこれでしあの引っ張って固定しているわけなんでまあこのバネの力どうなのかなとまああとはバネの力プラスこの摩擦ですよね。 によってまあ多少はこうずれないのかな多少というかまあ全くずれないのかもしれませんのでねまあそこはいいのかもしれないですけどちょっと不安を抱えつつですねちょっと使ってみようかなと思いましたで2個セットになっているものをネットで購入しまして1つあたり600円しなかったですねこの今まで使っていたものはまあ安いもので100円台とかですねまあ200円くらいで。 購入できるものなんですけれども、おまあ、600円でですね。まあのー、ワンタッチではめれるんだったら、もうそれに越したことないなと思って今回購入しました。で、まだあの海には全然行けてないので、えー、まあ、次次というか、あのー、今年いつ行けるのか、ちょっとまだ目と立っていません。けれども、今年これを使いたいなと思います。 2つ購入したのはミッドレングス用とあとはサップ用ですね、えー、用で、まあ、もう使ってみようかなというふうに思います本当にこの朝一ですね早く波に乗りたい時とかあと波が小さくてですねどんどんこう波が落ちていく予報の時とかなんて結構焦るんですけどね焦れば焦るほど支度っていうか あのボルトがよく入らなくてイライラしてしまってですね、まあ、心穏やかに入水できないっていうことが結構ありましてであともう一つ、まあ、思い出したらですね冬場ですよね冬場というか、まあ、まあ初雪が降るくらいまでしか私入りませんけれども、まあ、その時に本当にこう、まあ、10度切ってしまう、えー、とですね、まあ、5度切ってしまったりすると手がもうかじかんでですね全く。 その海から上がった時はいいんですけどもねあ海に入る時はまだいいんですけど上がった時はもう手が全く握れないし開かないしみたいな感じで,でその時にですねこれを握、まあ、ることはできるんですけどこう回す握力とかが全くないんですよね冬場なのでこう押してこうねじるっていうんですかねこれくらいだったらなんとかできそうなできそうなというか。 えー、省エネでですね筋力使わなくてもできそうな気がするのでまあ冬寒くなってからでも非常にいいのかなと思いましたでまあこれを購入しようと思ったあ、まあ、理由はそういった理由なんですけど、まあ、背中を押してくれたあの商品レビューがありましてまあ 桜かどうかわからないんですけどもね、まあ、リピートですっていうそのコメントが結構あったのでまあまあじゃあ使ってみるかということになりましたで私もこれでですねサップにミッドレングスに使ってみて、えー、全く問題ないようであればですね、えー、人にもおすすめしたいなというふうに思います おすすめ動画でも何でもないんですけどは早もう8分記録をしてしまいましたはいということで今からちょっと使うの楽しみなんですけどなかなかやっぱりちょっとまあ時間もそうですしあとは気持ちがですねなかなか海に行きたいなっていう気持ちにまだちょっとならなくてですねまあどなたでも この気分の浮き沈みっていうのはあると思うんですけどもね、まあ、なんとか、えー、海に入っている自分をちょっと想像しながらですね、その日を、えー、待ちたいというふうに思います。はい、えー、ということで以上。